皆さんこんにちは、資本の清水です。今回は目線カメラを使って普段私がカットしている様子を紹介していきたいと思います。今回は芸能人の北川景子さんのショートのスタイルを切ってみたので、皆さんよかったら見てみてください。北川景子さんのショートは結構顔周りの長さと後ろのレイヤーですね、段の入り方が結構ポイントじゃないかなと思うので、そこの辺を注目して見てみてください。それではスタート。初めてこのメガネを使ってみたので、ちょっと見えにくいところもあるんですけど、ご了承して見てみてください。今回使用したスタイリング剤はこちらです。デミさんから出てるウェーボジュカーラキャラメイクホイップの6番になります。すごいパッケージも可愛いものになってるんですけど、これはゴムースで、こういう感じで生クリーム状に出てきます。すごく見た目も可愛くて、香りもすごくフルーティーな香りで、女性が皆さん好きな香りだと思います。でこのムースは結構パーマのスタイルにもすごく良くて、ムースなんですけどそんなに固まりすぎないムースになっているので、結構手で なじませて結構水分が多いんですよ。なのでそのままこうつけてあげるとパーマも復活してくれますし、あとご自身でも結構出しやすくなりますね。あとは先ほどの北川景子さんみたいな感じの、あれはちょっと巻いてるスタイルかなと思うんですけど、軽いくせ毛の方とかにもつけてあげると、こう水分が入っているので綺麗にくせ感が出せたりだったりとか、それがキープできるのですごくおすすめです。でなおかつ保湿成分の卵の殻の成分だったりとか、ギルベディーバっていうエキスも入っているので、すごく保湿もしてくれるので、朝につけてあげると日中の乾燥もすごく防いでくれます。でムースなので程よい
スタイリングの成分も入っているので、こう前髪が落ちてきやすい人だったりとか、北川景子さんみたいなちょっと流す前髪のスタイルにはすごくぴったりだと思うので、皆さんよかったら使ってみてください。今回もご視聴していただいてありがとうございました。お店の方でインスタグラムとツイッターもやってるので、よかったら見てください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。